唐津市ニュースの時間になりました。はじめに本日のニュース項目です。3月は卒業シーズンです。11日には市内の各中学校で卒業式を行い、このうち鎮西町横竹の開成中学校では、卒業生が希望に満ちた未来への一歩を踏み出しました。開成中学校では今年度、77人が卒業の日を迎え、式は規模を縮小し、卒業生とその保護者、学校関係者のみで行いました。はじめに卒業証書授与を行い、担任から一人一人の名前が呼ばれると、卒業生たちは緊張した面持ちで返事をし、北川正幸校長から卒業証書を受け取っていました。また北川校長が式辞を述べ、これから進む新たなステージでは思い通りにいかないこともあると思いますが、辛いことや苦しいことから逃げない、負けない、諦めない、そして高い志を持って未来の道を切り開いていってくださいと、卒業生の新たな門出を祝いました。この後、在校生を代表し、伊藤玲さんが、これからは一人一人違った道を進み、悩んだり苦しんだりすると思いますが、挑戦なくして成功なし、何事にも果敢に挑戦し、前へ進んでくださいと総辞を述べました。最後に卒業生を代表し、瀬戸みのりさんが、これまでの学校生活を振り返りながら、感謝とこれからの決意を述べました。出会って3年、そばにいるのが当たり前だと思っていた友達。ちょっとしたことで笑い合える、真剣に話を聞いてくれる、そんなみんなが大好きでした。でも、そんな日々も今日が最後。今日からは、たくさんの思い出を胸に、夢と希望に向かって、自ら選んだ道を歩いていきます。素晴らしい出会いをくれた、開成中学校に、心から感謝します。本当にありがとうございました。卒業生はそれぞれの思いを胸に、中学校生活を振り返ったり、新たなステージに希望を膨らませたりしながら、思い出の詰まった学び屋を後にしていました。佐志中通りの佐志保育園で、3月12日、卒園式が行われ、園児たちが慣れ親しんだ園舎を巣立ちました。今年度、佐志保育園を卒園するのは12人で、昨年4月に完成した新しい園舎で晴れの日を迎えました。卒園式では卒園児たちが少し緊張した様子でしたが、元気に入場し、保護者や先生の温かい拍手に迎えられました。式では担任の先生から卒園児一人一人の名前が呼ばれた後、少し緊張した面持ちで今井美智子園長から保育証書を受け取ると、ありがとうございますと大きな声でお礼を述べていました。今井園長は、皆さんはこの佐志保育園で夏祭りや運動会などの思い出を作りながら頑張れるようになりました。4月から小学生になり不安もあるかもしれませんが、友達と仲良く楽しい学校生活を送ってくださいと、子どもたちの門出を祝いました。このあと卒園児たちは、保育園での楽しい思い出を振り返りながら、お世話になった先生や保護者に対する感謝の気持ちを伝えようと、お別れの言葉や歌を披露しました。
卒園児たちはたくさんの思い出を胸に、希望に満ちた新たな学校生活への第一歩を踏み出していました。市内で音楽と観光を融合させた新しい観光スタイル、ミュージックツーリズムの開催に向けて機運を高めようと、3月5日、大手口センタービル内の市民交流プラザで座談会を開催しました。この座談会は、市の観光資源や施設を活用した音楽イベントを誘致する仕組み作りを考え、市の新たな地域活性化策を探ろうと市が開いたものです。座談会には音楽イベントで地域を盛り上げる唐津ミュージックコミッション構想を発案した市の職員や、ミュージックツーリズムを研究している大学教授、座談会参加者、キャンプ場の経営者がオンラインなどで参加し、音楽を通じた新たなにぎわいづくりについて意見を交わしていきました。このうち全国で5つのキャンプ場経営を行う株式会社ビレッジインクの代表取締役社長で唐津市出身の橋村和則さんが、今年5月に波止岬一帯で開催する音楽フェスティバルのコンセプトなどについて話しました。橋村さんは出演するアーティストに海や魚介類、キャンプが好きなことなどを条件に盛り込み、イベントを通して唐津のファンになってもらうことや、会場づくりに地域の人にも参加してもらうことで、今後も地域が一体となって継続できるイベントを作り上げていきたいとの思いを発表しました。例えば1年目うまくいかないからってやめるんじゃなくて、ダメだった場合でも次はまたやると、そう、3年で軌道に乗せていこう。だからそれも3年でやめるという意味ではなく、継続、どうしたら継続を続けていくかっていう、その循環をですね、はい、循環経済をどう作っていくかってことにチャレンジしましょう。この講演会の模様は後日ご覧のチャンネル唐津の特集番組で放送する予定です。続いては唐津市からのお知らせです。唐津市からのお知らせです。3月下旬から4月上旬までの土曜日と日曜日に、市役所本庁の窓口で証明書請求や各種手続きができます。開設日は3月20日日曜日、26日土曜日、27日日曜日、4月2日土曜日、3日日曜日で、時間は午前9時から正午までです。市役所本庁1階の市民課で手続きできるものをご案内します。市民課では転入、転出、転居などの住民移動届け出、戸籍、住民票関係の証明書の請求、婚姻、離婚、出生、死亡などの戸籍の届け出、印鑑登録申請、印鑑登録証明書の請求、パスポート、マイナンバーカードの受け取り、マイナンバーカード、自動車臨時運行許可書の申請ができます。詳しくは市民課電話 72-9120 までお問い合わせください。市役所本庁1階の保険年金課で手続きできるものをご案内します。保険年金課では国民健康保険、後期高齢者医療、国民年金の加入や脱退、変更の手続き、後期高齢者医療保険料の納付、保険証の受け取りができます。詳しくは保険年金課までお問い合わせください。国民健康保険、後期高齢者医療関係は電話 72-9123、 年金関係は電話 72-9121 までお願いします。市役所本庁1階の生活環境対策課で手続きできるものをご案内します。生活環境対策課ではゴミカレンダーをお渡しします。
詳しくは生活環境対策課電話 72-9175 までお問い合わせください。市役所本庁1階の税務課で手続きできるものをご案内します。税務課では原付バイクの手続き、市県民税などの税の納付、税務証明書の請求ができます。詳しくは税務課までお問い合わせください。原付バイクの手続き関係は電話 72-9116、 納付関係は電話 72-9188 までお願いします。市役所本庁東別館1階の子育て支援課で手続きできるものをご案内します。子育て支援課では児童手当、児童扶養手当の認定請求など、子どもの医療費助成、一人親家庭等医療費助成の手続き、保育所や放課後児童クラブの入退所申請ができます。詳しくは子育て支援課電話 72-9151 までお問い合わせください。市役所本庁2階の情報政策課で手続きできるものをご案内します。情報政策課有線テレビ係では、有線テレビジョンの加入や休止、解除、再開、変更の申請、有線テレビジョンの使用料と負担金の納付ができます。詳しくは情報政策課電話 72-9221 までお問い合わせください。市役所本庁1階市民課前の上下水道局料金センター窓口で手続きできるものをご案内します。窓口では水道の回線や中止や廃止、名義変更、口座申し込みの手続き、水道料金や下水道使用料の納付ができます。詳しくは上下水道局業務課電話 72-9147 までお問い合わせください。詳しくは司法唐津3月号に掲載しているほか、市のホームページでも確認できます。新庁舎建設工事に伴い駐車スペースが減少しています。公共交通機関の利用や乗り合わせで来庁いただくなど、混雑緩和にご協力ください。なお3月20日日曜日は新庁舎建設工事のため本庁舎正面機械式駐車場を閉鎖しますので、北側の第2駐車場や第3駐車場をご利用ください。春は就職、入学、転勤などの手続きで市役所の窓口が大変混み合います。早めの申請をお願いします。以上、唐津市からのお知らせでした。唐津市が産学官で連携し進めているコスメ事業について学ぶ職業講話を3月8日、渡田洋雀の第5中学校で開き、生徒たちが地域産業の取り組みに耳を傾けました。第5中学校の2年生は総合的な学習の一環として、人、物、事との出会いから将来の生き方や考え方を学ぶ学習に取り組んでいます。この日の職業講話では、一般社団法人ジャパンコスメティックセンターの藤岡つぐみ事務局長が、唐津市などと産学官連携で進めているコスメ事業について話しました。この中で、ジャパンコスメティックセンターは、唐津市玄海町を中心に世界に向けた化粧品関連産業の集積を目指して、2013年に設立されたことや関連企業を唐津市に誘致していることなどが生徒に紹介されました。このあと生徒たちは壁島さんの甘夏の皮から抽出した精油を使った手指消毒液作りに挑戦しました。生徒たちは株式会社リトコスの三田香織代表取締役からレシピを教わると、真剣な表情でオリジナルの手指消毒液作りに取り組んでいました。
足らずの良さを知れてとても良かったなと思います。コスメは世界を通してつながっていることとか、唐津の良さをもっと引き出せることを分かりました。やっぱ、唐津市は人口が減っていっているから、それを止めることができるので、とても大切な事業だと知りました。唐津市で事業があっていると聞いてびっくりしました。貴重な体験ができたので良かったと思います。いきさ小学校の児童が校庭で拾い集めた銀杏の売上金の一部を地域のために役立ててもらおうと3月8日、唐津市社会福祉協議会に寄付しました。この日はいきさ小学校5年生たちが全校児童を代表し、売上金の一部2万円を唐津市社会福祉協議会に寄付しました。いきさ小学校の児童たちは朝の授業が始まる前や昼休み時間などを利用して校庭にある銀杏を拾い、大地市民センターや大地交流文化センターなどで販売した売上金の一部を地域に役立ててもらおうと3年前から唐津市社会福祉協議会に寄付しています。一人でも、多くの人が助かったり、一つでも支援になるように使ってほしいです。袋詰めとか拾うのをやったり乾かしたりするのが大変だったので、その分ちゃんとなんか役立ててほしいです。ウクライナの人たちが安心できるように、なんか食べ物や水を買ったりして使ってほしいです。昨年はですね、共同募金の方のですね、歳末助け合い募金の方に義援金をいただいております。また今年はですね、そういうことでウクライナの人道支援ということでご寄付いただいております。今までのですね、優しい気持ちをですね、日赤なり共同募金なりを通してですね、伝えていきたいと思っております。肥前中学校の生徒たちが取り組んでいる椎茸栽培学習の一環として3月8日と9日の2日間今年度最後となる種ごま打ちに挑戦しました。肥前中学校では総合的な学習の一環として地域の人と連携した清掃活動や椎茸栽培学習に取り組んでいます。そのうち椎茸栽培学習は地域や周りの人へ感謝する気持ちを育むとともに、これからを担う人材育成につなげようと昨年から1、2年生を対象に始めました。この日は2年生31人が椎茸菌の駒打ちに挑戦しました。駒打ち体験では生徒たちが5班に分かれ、長さおよそ1メートル、直径およそ15センチの原木に電動ドリルを使っておよそ30箇所の穴を開けていきました。その後生徒たちは椎茸菌を穴に入れハンマーで打ち付けていきました。久しぶりに椎茸を植えるのが楽しかったです。椎茸のことに学べて、実際に、実践して椎茸の駒打ちがしっかりとできたと思います。地域の方々にプレゼントしたり、周りの人に届けたいと思っています。私たちの代で育つかは分からないけど、できたら下級生の人たちに美味しく食べてほしいです。この日駒打ちした椎茸は収穫まで数年かかる見込みで、活動は後輩たちに引き継がれる予定です。毎週水曜日は市内の風景などをご覧いただいています。今回は唐津市が所蔵する美術作品を紹介する近代図書館コレクションをお送りします。今回は石本秀夫編です。唐津市が所蔵する美術作品を紹介するシリーズ番組、
近代図書館コレクション。今回は石本秀夫さんの絵画作品を紹介します。石本さんは絵画表現における独自の造形を追求した画家です。自分の作品制作を手掛ける一方、佐賀大学の教授として後進を育てます。また多くの公職も歴任し、佐賀の美術界、教育界に大きな足跡を残した人物です。石本秀夫さんは1908年、明治41年、長崎に生まれます。現在の東京芸術大学である東京美術学校の図画師範科に進学します。在学中から展覧会に出品、入選するなど早くから才覚を表し、卒業後に日展で特選朝倉賞や菊花賞、会員賞を受賞します。そんな石本さん、佐賀へは教員としてやってきたんです。小木中学校に美術教員として赴任します。その後、佐賀高等女学校、佐賀師範学校などで教壇に立ちます。新生佐賀大学の設立に尽力し、教授となります。画家として教師としての活躍にとどまらず、佐賀県文化会議初代会長、佐賀美術協会理事長などを歴任します。油彩コートの娘、1969年、佇む女性がこちらを見つめ悠然と座しています。両手はがっちりと互いを握り、太ももに置いています。太ももから健やかに伸びる足は、その細い足首までをきっちりと描き上げ、健康美を感じさせてくれます。モデルになったのは石本さんの娘さんです。油彩チェリスト、1963年、壮麗の男性がチェロを弾いています。その佇まいからは人生の蓄積を感じることができます。構図や構成、色、輪郭、それは石本さんが作品の造形性を追求する手段でした。力のこもった眼差し、躍動的な手の動き、紫の背景からは奏でる音色の響きが聞こえるようです。油彩画、火の山の道。鹿児島県錦江湾の真ん中に浮かぶ桜島を描いた作品です。ゴツゴツとした岩々と頂へと続く道、私たちを大きく包み込んでいるような雄大な桜島です。石本さんは独自の造形性を追求した画家です。砂塵や岩石が描き上げられ、石本さんの色彩によってその創意が自然に対する敬意と一体になっているようです。現在、唐津市所蔵品店絵画区の心、石本秀夫さんの小さな作品が開催中です。今回ご紹介する作品は展示していませんが、小さな作品の中には石本さんの創意が隠れています。ぜひお越しください。現在、近代図書館では唐津市所蔵品店絵画区の心、石本秀夫さんの小さな作品を
3月27日日曜日まで開催しています。ぜひ足をお運びください。唐津工業高校建築科の生徒たちが地域貢献活動の一環として制作したすのこの贈呈式が3月15日鬼塚小学校で行われました。唐津工業高校の建築科ではこれまで学んだ技術を生かしてベンチや水車などの木工製品を依頼があった地域や小学校などに送る地域貢献活動を続けています。この日は鬼塚小学校から依頼を受けて制作した靴箱前に置くすのこ12枚とベンチ3脚を贈呈しました。贈呈式では建築科1年の代表生徒が実習ではいろいろな道具や機械の使い方を学びながら一生懸命すのこ製作に取り組みましたと挨拶し鬼塚小学校の児童に手渡しました。ありがとうございます。鬼塚小学校のすのこは老朽化が激しく釘の頭が飛び出し児童たちの靴下が破れたりするなど使用するのに困っていたことから唐津工業高校建築科に製作を依頼しました。依頼を受けた建築科ではプロジェクトチームを結成し放課後などを使っておよそ3ヶ月かけて制作に取り組んできました。釘は中に埋めて表に出ないようにするのを工夫しました。自分たちが頑張って作ったのでできるだけ大切に長く使ってほしいです。6年間使ってたのでものすごく思い出はありますけど変えてもらってとてもなんか嬉しくなった状態で卒業できるので嬉しいです。その子は靴で乗ったらいけないというルールがあるので靴で乗らず大切にきれいに使っていきたいです。県内の美術振興に貢献した故石本秀夫さんの作品を紹介する唐津市所蔵品展を現在振興町の近代図書館で開催しています。唐津市所蔵品展描くの心では故石本秀夫さんが国内外で制作した油彩画やスケッチなどを中心に51点の作品を紹介しています。石本さんは美術学校在学中に日展や陶工展など数々の美術コンクールで受賞を重ね卒業後は佐賀県内の学校で教鞭を取りながら県内の美術界の発展に大きく貢献しました。会場には石本さんがフランスやスペインを訪れて描いた美しい街並みや国内では桜島をモチーフに描いた風景作品などが来場者の目を楽しませています。唐津市所蔵品展描くの心は3月27日日曜日まで新興町の近代図書館美術ホールで開催しています。開館時間は午前10時から午後6時までです。会期中の休館日は毎週月曜日で入場は無料です。続いては唐津市消費生活センターからのお知らせです。民法の改正により2022年4月1日から成年年齢が20歳から18歳に引き下げられます。4月からは18歳になると親の同意なく契約を結べるようになりますがその契約に対して責任を負うのも自分自身になります。政府広報キャンペーンとして東京リベンジャーズのキャラクターたちが成年年齢引き下げによって何がどう変わるのか注意点などを分かりやすく解説していますのでご覧ください。18で大人なんていきなりすぎて無理だろう。何言ってんだよ。大人になるってことは世界が広がるってことだ。責任ってやつは増えるかもしんねえけどよ、自分の意思で動けるようになんだ。自分の足で
自分の未来を作っていける。そんな世界が待ってんのに大人になんの？ひよってるやついる？いねえよな。大丈夫だよ、お前たちなら。2022年4月、成年年齢は18歳に引き下げられるんだって。18になれば自分の意思で自由に生きられる。大人になったら誰にも心配かけずに何でもできるようになるんだな。ここで政府からのお知らせです。成年年齢を迎えたからといって人はいきなり成長するわけではありません。今後は18歳になると親の同意なく契約を結べるようになりますが、一度結んだ契約は簡単には取り消すことができなくなります。社会経験が少ない新成人は悪質商法のターゲットになる恐れがあるのです。何ができるようになり、何に気をつけなければいけないのか、大人の先輩として様々なことを彼らに伝えてあげてください。加賀美の加賀美山小学校で3月18日に卒業式を行い、卒業生たちが6年間の思い出と新たな希望を胸に慣れ親しんだ学び屋を巣立っていきました。加賀美山小学校では今年度136人が卒業を迎え、保護者や先生の温かい拍手に迎えられ、少し緊張した様子で入場しました。はじめに卒業証書授与を行い、担任の先生から名前が呼ばれると、卒業生たちは緊張した面持ちで元気に返事をし、前川英二校長から卒業証書を受け取っていました。このあと前川校長は、これから夢に向かっていく途中にはいろんな困難があったり、自分ではどうしようもないこともあると思いますが、周りの人の意見を参考にしながら、自分で決めたことに自信を持って頑張って突き進んでくださいと、子どもたちの門出を祝いました。このあと卒業生たちは、学校での楽しい思い出を振り返り、お世話になった先生や保護者への感謝の気持ちを伝えようと、お別れの言葉や歌を披露しました。卒業生たちは保護者や先生たちの大きな拍手に送られながら、たくさんの思い出を胸に希望に満ちた新たな中学校生活への第一歩を踏み出していました。名古屋城博物館が所蔵している貴重な資料を紹介するテーマ展館蔵名品展2022が現在鎮西町名古屋の佐賀県立名古屋城博物館で開催されています。テーマ展館蔵名品展2022は、名古屋城博物館がメインテーマに掲げている日本列島と朝鮮半島との交流史などに基づき収集した歴史的価値の高い資料や見る機会の少ない資料、新規収蔵資料を紹介するものです。会場には佐賀県の重要文化財に指定されている豊臣秀吉の肖像画や直筆の手紙、新規に収蔵した唐津東松浦地区の歴史を紐解く資料など58点が展示されています。このうち唐津東松浦地区の歴史を紐解く新規収蔵資料の一つ、壁島の船宿の宿帳は、江戸時代後期から昭和初期までの記録が残されていて、当時の海運業界の動きなどを知る上でも大変貴重な資料です。
佐賀県立名古屋城博物館テーマ展肝臓名品展2022は5月22日日曜日まで開催されています。開館時間は午前9時から午後5時まで、入場料は無料で毎週月曜日が休館となります。なお3月21日月曜祝日は開館し、翌22日火曜日が休館となります。続いて来週放送する番組のご案内です。21日から27日までの特集番組は、令和3年度唐津市海山川環境調和のまちづくり事業成果発表会を放送します。市内6団体が今年度の活動の成果を紹介します。放送開始時間は午後1時30分、午後8時30分です。21日から27日までの特集番組の再放送は、東日本大震災原子力災害語り部講演会を放送します。講師は福島県の NPO 法人富岡町 3.11 を語る会代表の青木よし子さんです。放送開始時間は午前9時30分深夜1時30分です。21日から27日までの各課からのお知らせはニコニコネットを放送します。今回もカラワンくんと一緒に子育て情報満載でお届けします。放送開始時間は午前6時30分、午前8時30分、午前11時30分、午後5時30分、午後6時30分、午後11時30分です。チャンネル唐津では緊急時の情報を文字テロップでお伝えしています。新型コロナウイルス感染確認、大雨などでの避難場所の開設などの緊急時には、テレビ画面下側に文字テロップで情報を配信しています。またデータ放送でも、緊急時の情報のほか、暮らしに役立つ情報を提供しています。データ放送はリモコンの D ボタンを押していただくと画面が切り替わります。矢印ボタンで上下に動かし、決定ボタンを選択することで、さまざまな配信情報を選択することができます。こちらもぜひご利用ください。以上、唐津市ニュースをお伝えしました。それではこれで失礼します。